チパチあげて、じっとあげすぎ、なんぼあげる気、お前の口の皮ペロ丸で、hey!あ、もしもし母さん、今度ねお土産用のお好み焼き送るけど、そばとうどんどっちがいい？いやちげーよ、広島のお好み焼きはどっちか入れんの、二択なの。偉そうに電話があれ。息子さんが今ねそばかうどんか二択言うとったけどね、広島のお好みはね焼き方も大きく分けて二つあるんよ。麺が先なんか後なんか、そっちも大事。繁華街のお店なんかはね、麺は後、麺は麺で焼いとって、皮野菜肉でひっくり返して、野菜は野菜で焼いて、最後に麺とドッキングさせて卵ね。もう一個おばちゃんが昔から勝るような店の焼き方、わしゃおばちゃん焼き言いよるけど、皮に焼いた麺先に乗せて、その上に野菜肉でひっくり返して焼いて卵よ。まあわしはおばちゃん焼きの方が好きじゃがの。お前は？おい！人の親にお前はじゃねえよ。あなたね、どっちのお好みも天かすが入ってないし、調味料も振ってない。野菜はキャベツ、もやしにネギ少し入れるところもあるよね。そこどうなってる？あとキャベツの切り方な、繊維を断ち切るように包丁を入れて、で大事なのは鉄板の温度だぞ。私はまた見んさいよ。